公選法違反の疑いで強制捜査を受けている江東区の木村弥生区長が辞職を表明しました。就任からわずか半年、癖をこれ以上停滞させてはならないと会見で謝罪しました。区民の皆様に政治や行政の不信を招いてしまった申し訳ありませんでした。今年4月の区長選挙で木村区長の陣営が投票を呼びかける有料広告を YouTube に出した問題。おととい、東京地検特捜部から公職選挙法違反の疑いで区長室や自宅、また木村区長の実家などが家宅捜索を受けました。昨日、木村区長は区議会の本会議を捜査協力のため欠席していました。区議会の欠席から一夜明け、今日急遽会見を開いた木村区長は、これからも捜査が続く中で、これから新年度予算等に編成などについて重要な業務がございます。そのためこれ以上今回の お騒がせし、また区政を混乱停滞をさせてはならないと考え、この度区長の職を辞任することとなりました。4月の選挙で私に投票してくださいました7万5906人の皆様、そして53万区民の皆様、多大なるご迷惑をおかけいたしました。ご期待いただきながら、このような形で辞職することに関して本当に申し訳ない思いでいっぱいでございます。誠に申し訳ございません。一方、木村区長は有料広告の違法性の認識や自身の関与については捜査に協力している段階だとして答えませんでした。ずっと高齢のベテランの男性が待っていたという中で、今までこういう政治家はおじさんやおじいさんがなるっていうようなこうアンコンシャスバイアスを打ち破って、女の子たちが自分にも区長というそういったキャリアパスがあるんだっていうこともお伝えできるんじゃないかなと思って。開かれたクリーンな区政を掲げ、江東区で初めての女性区長となった木村区長、わずか半年での辞職に江東区民からは、脇甘いなっていうのもある。あれだって、最初ニュース見た時に、いいのって思ったもん。女性にもっと活躍してほしいなっていう、女性のためのもっと制度が増えたらいいのになっていうのは思ってたので、残念ですね。あら、とても残念だわ。とうとうダメになっちゃうの？選挙のその活動のなんかのなんとかならなかったのかしら？それを止めるような人がいなかったのかしら？また江東区議会の山本議長は突然の辞職に戸惑いつつ、やるべきことをやっていきたいと話しました。戸惑ってますっていうのは、これからっていう時なんで、来年度予算をしっかり作っていくという矢先でですね、こういったことが起きたことに対しては、ちょっと今の段階でもですね、今後しっかり議会としてやるべきことをしっかりやっていかなきゃいけないというふうに改めて、そういった思いが今いっぱいです。今週に入って事態が急転し、区政を混乱や停滞させてはいけないとして辞職を表明した木村区長。今後行われる区長選についてお伝えします。桑原さん。はい。江東区の選挙管理委員会によりますと、公職選挙法に基づきまして、今回の場合12月中旬頃までには区長選挙が行われるということです。
そして費用についてなんですが、江東区では区長選挙単独での選挙はこれまで行ったことがなく、費用がどれほどかかるのかわからないということなんです。参考までに木村区長が当選した今年4月の選挙は区長選と区議選を同時に行いまして、およそこちら2億2000万円の費用がかかっていまして、いずれにせよ多くの税金が使われることは間違いありません。そしてさらなる課題もあります。区長選挙が予想される12月はイベントが多い時期ということもあり、区の選管担当者は投票所など会場確保が難しいのではと厳しい心情をあらわにしています。そして区政を進める肝でもあります来年度予算、こちら準備を進めようとしていた中、今回の辞職騒動となり、来年度の予算については新区長が決定してから詰めの作業に入るということなんです。新たな区長の方針が現木村区長と異なるとなれば、区政に混乱を与えてしまう恐れがあります。区議会第一会派自民党川北幹事長は予算編成について粛々と進めなければいけないとした上で、木村区長の目玉政策はいくつかあるが予算については見直すべき、そして新区長の下で方向性を定めるべきだと話しています。はい、クリーンで開かれた区政を掲げた木村区長の強制捜査を受けての辞職表明、行政に対する信頼回復が求められます。